さあというわけで今回はついに完成しました。こちら新車の G63 ベースにしたブラバス G800、はい、こちらをご紹介させていただきたいと思います、はい、これ結構かかっちゃいましたね。かかりましたねもういかんせんタービンがなかなか戻ってこなくて、はい、であとは今こんな情勢ですから、はい、いろいろパーツの供給が遅れたりだとかいろいろあってちょっと時間はかかってしまったんですけども、はい、ついに完成いたしました、はい、でちょっとおさらいでいくと、これはもうど新車なんですよね。新車です。お客様もまだ全く乗ってないです。乗ってないやつなんですよね、はい、確認しただけという、はい、それをベースに今回ブラバスのワイドスターキット、ワイドボディキットとあと800馬力化するキット、はい、はい、こちらをつけた個体になります、はいはい、でもう何台も作らさせていただいてるんですよね、うん、数えたら11台というやらせていただいてます。そして800馬力がボンドで4台目らしいです、はい、各店作ってる感じなんですけどついにボンドボディもそうですね、はい、制作させていただいたということです。でちょっと何台もご紹介させていただいてるんで、まあ、仕様が同じところあると思うんですけど、はい、今回は今回でまた違う仕様のところもあるんで、まあ、その辺も含めてご紹介させていきたいと思います、はい、そしてまず前はもうなんかおなじみな感じになりましたけど、はい、今回のこのマットブラックがめちゃめちゃ効いてますね。そうですね、もうベースがマットブラックなのでできる限りマットで仕上げようということでめちゃくちゃいかついっすね、はい、そうですね、はい、で本当になんかツヤありのところはほぼないんですね。もう基本的にもうマットですね、まあ、フィルムを貼ってみたりとか塗れるところは塗ってみたりとかっていうことでなるべくもうツヤのない状態に、はい、仕上げました。もうこのパナメリカーナもそうだしこの枠もそうだし、うん、この辺なんかも全部、はい、マットで仕上げられてると。そうですね、このレーダーの部分も、はい、プロテクションフィルムの、ステルスっていうタイプで、はい、マットにしました。確かにここってツヤありですよね本来。そうですね、はい、ここもしっかりマットになってると。でこの辺触るとちょっと感動的にどうなのっていうちょっと心配になっちゃいますけど、うん、問題ないですよ。結構他の方でもよくベンツマークをスモークのプロテクションフィルム貼ってくださいっていう方結構いらっしゃるんですけど、もう全然問題なく、はい、機能してるので、はい、でそもそも問題ないようにこの B マークもステッカーなんですよね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あ、そっか。もう騒がしちゃうからね。そう、そうなんです。そうなんです。はい。まあいろんな車種出てますけど、大体ステッカーなんですよ。だからプラスチック交換とかしちゃうと多分感度に影響あるからだと思うんですけど。ああ、そうなんだ。なってみたいです。そしてあとボディカラーのこのマットとその黒くしたマットってちょっとやっぱり違うんですね。ちょっと違うんですよね。いわゆるサテンブラック、ソリッドの黒とボディ色がメタリック入った青っぽいブラックなので。そうですね。ちょっと色入ってるっぽく見えますよね。青とか緑とかちょっと見える感じなんですか。ここまあ室内なんであんまり、はい、なんか強弱が見えづらいですけど、表出すと結構そのホイールの黒だったり。そのメッキ類の黒の違いっていうのははっきり出てきますかね。なるほど、はい、ちょっとメリハリが効いた感じです。そうですね。で今回はこの網なんかは特に塗らずに、まあ全体的にマットですからね。そうですね。はい。はい、こんな感じに仕上がってると。で今回ここもマットなんですね。マットブラックですね。はい、いかついですね。よく見ないとわかんないって感じなんですけど、はい、表出ると結構はっきり、はい、違いがわかります。本国の1号車のコンプリートカーかなんかはこのグレーの。ガンメタになっててちょっとアクセントになってましたけど、これ真っ黒にするともう塊感がやばいですね。やばいですね。そしてあとはもう当然ヘッドライトなんかは黒いものになってますし、ウインカーも黒いものになってますし、もう特に色を探すところが大変なぐらい今回全部真っ黒になってるということで。そしてやってまいりましたパワードーム、これも今回当然装着ということで。これワイドスター組んでもこれボンネットに乗せる乗せないはまた別問題じゃないですか。そうですね。ただやっぱり乗せると前回りのこの立体感全然違いますね。違いますよね。はい、で基本的に純正のボンネットにオンでこうアドオンで乗せるタイプなんで、はい、まあ特に軽くなったりむしろ重くなってる。重くなってる。はい。ですけどデザイン性はもう非常に優れてる。はい、そうですね。でこれこっち側逆側に回っていくとこれも何回も紹介させていただいてますけどブラバスのロゴが入ってたり、ブラバスのロゴが入ってます。そこあえて残しました。黒くしちゃおうかどうしようかっていうと、はい、ちょっと目線で運転席が唯一見える部分なんであえてそこは残してっていうことで、はい、そうなんですよね。車内からの視界も変わりますからね。視界が全然違いますね。つけた感がすごくあると、はいはい、そして当然ドライですから、はい、非常に目も揃って強度もあると。そうですね。こんなのを装着されてます、はい、そして足元、はい、小枝これ23ですか。23ですね。はい、はい、モノブロック F、はい、これもちょっと手加えてあるんですよね今回。はい、グロスも黒で設定されてるんですけど、マットブラックで塗らせていただいて、センターキャップだけロゴを文字抜きさせてもらって。あ、これ抜いてるんですね。はい、でもそのあんまりシルバーするのがちょっと嫌で、はい、ちょっとガンメタで文字抜きして本当に最小限のうっすらっていう感じですね。はい、最小限のコントラストで B マークを浮かび上がらせると。はい、これサテンとかマットの設定がないんですね。そうですね。なんで基本的に設定がないんで、はい、ボンドボディの方でほぼ特集みたいな感じで、はい、仕上げていました。はい、なるほど。そして組み合わせるタイヤの方は横浜。はい、はい、結構本国のデモカーも横浜入ってるんですよね。安心ですよね。そうですね。はい、そしてブレーキもしっかりキャリパーピンと塗らせてもらいました。はい、これ色替えはしてないんでしたっけ。はい、色は純正と同じ赤を使ってロゴを黒でブラバス入れた感じですね。はい、なるほど。こんな感じでキャプチャーの色を迷ったんですけど、今回やっぱ800のエンブレムが来るので、はい、これに合わせて赤、もう唯一の差し色って感じですかね。そうですね。はい、こんな感じで足元もしっかり決まっております。そして今回ローダウンもはいさせていただきました。IID とハルスプリング、はい、のコラボ商品の、はい、これ結構前後のバランスがいいのと、うん、まあ乗り心地も割といいっていうんですごく評判なんですよね。うん、結構違和感ないですね。うん、輸入物のスプリングだとこう前後のバランスが結構なんかヨーロッパのその規格でどうしても後ろ上がりがちょっと多いみたいなので、まあこれはその辺も考えてるんで、まあ前後のこの下がり方も非常にバランスが良くなってます。あとはもう本当に細かいところまで全部やってありますね。細かいですけど、はい、そうですね。サイドモールも艶消しのフィルムを上から剥がせていただいて、でエンブレム類もマットで仕上げさせていただいて。あ、これもマットになってるんですか。はい、マットで貼ってあるんですよ。本当だ。来たものは艶のあるもの、はい、その上に艶消しのフィルムを貼らせていただいてます。あ、そうなんですか。はい、じゃあ本当にキラッて反射するところはほぼない。なるべくなくても。そしてサイドのダクトはこれ絶妙に塗り分けしてるんですよね。そうですね。いわゆるサテンブラックが入ってるので、まあ全体的に黒なんですけど黒で締めるみたいなイメージでやってます。全部同じ色で塗っちゃうとベタっとしちゃいますからね。そうですね、ボケちゃうので絶妙な塗り分けで、はい、まあちょっとその辺も立体感を出してあると。はい、そしてもうあともう全部真っ黒ですよね。サイドステップもそうだし、サイドステップも黒のプロテクションフィルム、はい、サテンのタイプで貼って、まあ、傷防止にもなるしブラックアウトもできるしっていうことで。なるほど。はい、で電動サイドもこれ黒くなってます。はい、そうですね。横シルバーが確かちらっと見えるんですよ。はい、本来そうですね。それは横面も全部塗って、はい、そしてあとはマフラーも当然、はいはい、高級品が装着されております。はい、これは唯一あれなんですね。そうなんです。ブラックメッキなので迷ったんですけど内側は塗ってるんですよ。なるほど。塗り直しをかけてちょっとブラバスあるあるでちょっとその内側のその黒の処理が飛び石なんかでちょっと弱いっていうので、もう事前に耐熱で中は塗ってるんですけど表面はあえて残して。はい、これは表面はそのメッキの方が耐久性だったりがあるからってことですかね。いいですよね。なるほど。であえてここは触らずに、はい、でこれ車検もOK で、はい、でなおかつこうパワフルなサウンドじゃないですか。はい、これ単体でつけるケースもすごく多いんですよね。あ、人気ですよね。はい、こんなのが装着されてると。あと鍵穴なんかも当然ラッピングで、はい、ラッピングしてます。はい、これ結構マットブラックの車だとここ目立っちゃうんですよね。そう、そこだけシルバーがポンポンと残っちゃうんで、はいはい、なんでここもしっかり黒くしてあると。うん、はい、であとはちょっと通り過ぎちゃいましたけどルーフ、はい、これも装着率なかなか低い。なかなかです。やっぱ高額なのでここまでつけるっていう方がなかなか限られちゃいますかね。はい、ただやっぱりルーフあるとこの何ですか、ボリューム感もそうだし、はい、全体的なこうスタイリングがやっぱり引き締まるんで、うん、そうですね。はいでこれハイビーム連動ですかね。ハイビーム連動、本来本国ハイビーム連動で今までほとんどハイビーム連動でつけてきてるんですけど、今回はその車検のこともあって作業灯としてのスイッチで、はい、対応してます。はい、まあ光るタイミングさえ合わせれば車検もそのままいけちゃう。すごい明るいんで。そうなんですよね。めちゃくちゃ明るいんですよね。今回この穴もついてると。はいはい、あとリアに行くとリアのスポイラーもこれも結構高さが出ちゃうんで、はい、ローダウンしてもそので以上に上がっちゃうじゃないですか。はい、から結構その駐車環境、そうですよね、8センチ上がるんで、駐車環境によってはちょっと高さがあってつけられないっていう方も、いらっしゃいますよね。ガレージでもだってここまでってなかなかないですからね。そうですよね。でこれもしっかりカーボンで、両サイドと真ん中が、真ん中がカーボンですね。でこれ強度すごいんですよね。あ、強いってこと。はい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 。ガッチガチっていう。結構こう浮いてるんで、こうどうなのっていう。特にウレタンとか、ウェットのファイバーとかだとちょっとこうたわんだりとかって。飛んであったり。それがこのブラバスのやつだとドライなんで、もうめちゃくちゃ硬い。硬いですね。そしてあとはこの A、B、C、D ピラーですか。この辺なんかも黒くなってたり。ちょっと同色で隠しちゃいました。はい。残してもいいかなと思ったんですけど、まあ、そのラインはない方がいいかなと思って。なるほど。はい。はい、そしてあとはやってもらいました背面タイヤ。はい。これもブラバスのものに変わってて、はい、でなおかつこっちもですよね。こっちは純正。あ、こっち純正なんですか。はい、純正で同色なんですね。同色です。なるほど。はい、そうなのが装着されてる。なんで触らずに。はいはい。でこれもちゃんとこの中の目が逆になってるんですよね。さすがブラバス。そうなんですよ。芸が細かいです。すごい。はい。そしてあとはリアバンパーも当然ワイドスターのものになってて、ブラバスのロゴと、あと800エンブレムと。はい。でテールのリフレクターだけ薄くこれですか。はい。トーンダウンして。なるほど。そこだけちょっと色が明るいんで。そうなんですよね。ナイトパッケージついててもこっちは黒くならないんですよね。はい。なんでこの辺だけしっかりやったみたいです。はい。あとはもうボンドボディでつけてますから、こう全体的なこの塵の合い具合というかあと色の合い具合をぜひちょっと皆さんに見ていただきたいです。本当にこのフェンダーとか最近特にゲレンデいろんなヤイロが出たりとか、はいまあ、いろんな取り付けされてるケースあるじゃないですか、はい、だから結構その「うん」っていうのがなくはない。でもせっかく、まあ、お車も高いですしパーツも高いんで、できればきっちりフィッティングもすごく時間をかけてやってますから、ね、そうですね、はい、この辺なんかも機会があればぜひ見ていただきたい。そしてあとは以前ちょっとブラバスの動画でコメントいただいたんですけど、色がその違って見えると、反射が反射とまあ色味とか、それもブラバスのこのエアロの形が結構こう、ワイドになってるだけじゃないんですよね、はい、角度がこうすごく上がってたりとか、あとは本来こう設置の仕方がこう緩やかに設置するところをカクって設置してるんで、どうしても角度の関係でそう見えがち。色ってまあ色用語で言うと正面と透かしって言われるもの、要は正面で反射がある見え方と透かしで反射がない下色が見えるような状態というんですね。っていうのがどうしても色の組み立て方であるので、まあ、立体的なものをつければつけるほどその正面と透かしの違いで違って見えてくる、っていうのはあるかな。どうしても出てきちゃいますよね、はい、特に映像なんでなかなかこうちょっとこう実際のものと差があるじゃないですか。なのでもし気になる方がいらっしゃったら、もうぜひ直接ボンドボディにご相談いただいて、純正色すべてに対応してますので、はいはい、その辺もご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いてトランクを、はいはい、タンスも装着されてるじゃないですか。はい、もうゲレンデにマストな商品です。そうですね。もうゴルフされる方なんかはもう絶対ほとんどの方つけてますよね。はい、結局ゴルフバッグがこう斜めじゃないと置けなくなっちゃうんですよね。はい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 、でこれをつけると、この奥側と段差がすごく少なくなるのでゴルフバッグが置けると。あとは収納系も収納系ですよね。こんな感じで収納バッチリですね。でこっちもそうよね。そうですね。こんな感じで傘とかも確か入れてくると。これ実はちょっと場所を明かせないんですけど、高級家具とか飛行機とかクルーザーマイスターかなのちょっと内装とかを作ってる家具屋さんだったり、なんていうんですか、備え付けのそういうのを作るところで作ってるんで、品質は間違いないです。でブラバスのスカーフプレートもしっかりついてて、でこのマットも当然ブラバスなんですよ。ちょっとまだ丸まっちゃってますけど出したばっかりですから。でこれだけも注文できるんですよね。そうです。本当に何もしなくても、むしろタイホイール履いたぐらいでもマット、特に中古車だともう使用感出てるやつあるじゃないですか。その辺はこうやってマットを変えるだけでも随分いいのかな。マット、ペダル、それとロックピンか、車って乗っちゃうとなかなかね、はい、いじったのか体感できないですけど、内装ちょっとそのマットとかやってあげるとまたモチベーションというか、確かにもう乗り込むたんびに見えたりとか、ね、開けるたんびに見えますからね、はい、内装の満足度っていうのはかなり高いんじゃないかなと思います。じゃあ続いて、はい、運転席をちょっとご紹介させていただきたいんですけど、もうなんか当然のように出てますけども電動サイドステップもしっかりついてて、はい、そしてこちらもスカーフプレートも、あとペダル、マット、はい、これやっぱり乗り込む時にやっぱりうんって思いますよね。そうですね、はい、もう全然なんか気分違いますね、はい、こんなのがしっかり装着されてると。であとはちょっと入庫の時にちょっとご紹介してますけど、今回の車この内装が落ち着いた赤で、はい、外装のちょっと差し色の赤ともちょっとつながるところがあって非常にかっこいいと。こうワイドスターとかコンプリートか外装をコンプリートにするんであれば、内装ももしまだ車がこれからっていう方はちょっと内装も含めて、うん、ちょっと選んでいただけるとより完成度が高まるかなと、はい、そしてこの辺のバッジも、はい、プラバスのやつがついてくると、はい、あとはドリンクホルダーだったりだとか、はいはい、まあ現行ドリンクホルダーない問題は解決してますけど、はい、やっぱりエアコンの風が当たって使いやすい、うん、はい、こちら売れてますね、はい、人気商品ですね、はい、こんな感じになっております、はい。じゃあ続いてリアのドアも見てみたいと思います、はい、これが、はい、非常におすすめな商品がついてるんですよね。そうですね。はい、お願いいたします。はい、いきますね。これゲレンデ乗ってない方だと何のこっちゃっていう話ですよね。はい、実はこれ普通のゲレンデってここぐらいまでしか開かないんですよね。ですね。だからなかなかこう開口部が小さくて乗り込みづらいと。はい。はい、それがこのブラバスの EG エントリーキット。はい、つけるとなんと89度まで開くと、はい、これってめちゃめちゃ地味ですけどめちゃめちゃ便利ですよね。便利です。これ後ろにもう人を乗せることが、まあ、どんだけ頻繁に乗せるかとかほとんど乗らないよって方もいらっしゃると思うんですけど、全然違いますね、はい、で特にゲレンデってファミリーユースの方多いじゃないですか。お子さんだったり女性の方がやっぱり乗るのに、うん、ちょっとこう開口部狭いと乗りづらいですし、はい、特に G63 ってこうマフラーがある関係でステップがこう電動ステップが後ろまでつけられないんですよね。そうですね、はい、なんで、まあ、この辺開口部広くなると非常に乗り込みやすいと、うん、あと全部レザーじゃないですか63になると、はい、でここをやっぱり蹴っちゃう、はい、だそこをちょっと開いとくだけでも、はい、かなりその辺防げるかなと、うん、はい、でもちろんこれ単体でもつけられるということで、そうですね、はい、まあこんなのもついております。はい、じゃあ最後、はい、メインのところ、はい、ちょっと見てみましょうか。いってみますか、はい、800馬力のところ、はい、やってまいりました、ブラバス800。これちょっとこの見た目はこのカバーが変わっただけに見えますけど、はい、このタービンを外して、はい、ドイツ本国ブラバス社に送って、まあ、ハイフロー加工してもらって、はい、戻してなおかつそれに適した、まあ、コンピューターの制御ですね、コンピューターエンジンの制御にしてもらって、はい、800馬力化が実現していると、はいはい、でそのキットについてくるカバーなんですよね、はい、そしてその800馬力化された証がこのラメラメの、はい、ちょっとこれも画面だと分かりづらいかもしれないですけど、ちょっとこのラメの入ったカーボンのカバー、これになってくると。でこれブラバスの加工した人の名前ですかね、名前もしっかりサイン入りのプレートも入ってきて、でこれ真ん中は確かあれなんですよね、純正加工で赤くしろっていう指示なんですよね。はい、塗ってあります。でこれ純正塗ってバッジを貼ってやってあると、はい、でこれ800馬力かちょっと信頼性どうなのって多分気になる方もいらっしゃると思うんですけど、ただブラバスって基本的にメーカーの仕事してるんですよね。はい、プルマンを作ってたりだとか防弾仕様を作ってたりとか、うん、あとはその某ハイパーカーのエンジン供給をしてるの知ってます？表向きは AMG 製チューニングエンジンって言われてるんですけど、はい、実はそのチューニングしてるのがブラバスなんですよ。はい、そのぐらい信頼性がある。だ本当にコンプリートカーで中までいじっちゃってる車だと、もうピストンとかコンロットもブラバスが作ったやつが入ってたりとか、そうなんですよ、コンロットにブラバスって入ってるんですよ。だそのぐらいもうちょっと日本のその改造車のなんかそのブラバスっていうんじゃなくて、もうメーカー直系のチューナーっていう、はい、であとはこれ制御してるサブコンに関してはしてないですよね、閉まっちゃってるんで見えないんですけど、まあ、きっちり800馬力出てて、はい、これ僕も何回か乗らせていただいたんですけど、やばいっすよねもうちょっと壊れてんじゃないかっていうくらいバーッともう吹き切っちゃう、はい、でトルクも1000ニュートンぐらい出てるってことで、もうとんでもない化け物スペックになってると、はい、まあちょっとなかなか日本の道路事情だとそれ発揮するところってなかなか難しいと思うんですけど、そうですね、まあ若干ロマンの領域になるかと思うんですけど、やっぱりやってるやってないだと満足度もそうだし、そうですね、はい、まあ、高速なんかの走り全然違ってくると思います。じゃあ最後になりますけども、はい、あとこの車コーティングもしてあるんですよね。はい、ボンドグループオリジナルの、はい、プレミアムコーティングで、はい、コーティングしてあります。でマットもできちゃうと。はい、大丈夫です。だからなかなかコーティングしてますっていうのは映像で伝わらないんですけど、はい、触るともうめちゃめちゃスベスベですね。はい、ツルツルですね。結構虫がついたりしても大丈夫そうな、はい、で特にマットって磨けないんですよね。はい、手入れが大変なので、まあ、コーティングもしくはプロテクションフィルムなんかでしっかりガードしておくっていうのが大事ですかね。あらかじめやっといていただけると、そうですね、はい、はい、まあ、コンディションが維持できるかなと、はい、まあ、その辺のご相談もお気軽に麓さんまでいただければ、はい、アドバイスさせていただけるんじゃないかなと思います、はい。というわけで今回はボンドボディで製作させていただいたブラバス G800 をご紹介させていただきました。これいろんな仕様他にもできそうですね。そうですね、はい、はい、で特に色の相談は麓さんご相談いただければいろいろできると思いますのでお問い合わせください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。